わ、なんか右はすげえな、太陽みたいになってる。左もなんとなく輪っかだけど、何、機械機械機械輪っかだ小島電機そこ山田電機じゃないのそこは山田電機じゃないのそう、まさかの小島電機のあの太陽のニコニコしてるやつちょっと違うさあ、機械とかした輪っかブリッツボールが腕に埋まっていますなんかすげえな、太陽です山田じゃない、小島電機です小島電機さあ、機械輪っか VS 小島電機、パチモノバトルですパチモノ対決です。いやマジで今んとこちゃんとした普通の輪っかのキャラクリ俺しかいないんですけどよかった、普通の輪っかのキャラクリしてきて輪っかが報われないところだったよ。さあ、機械が強すぎる禁じられた機械です、これが小島電機でも取り扱っていないかもしれないですね、この禁じられた機械は。機械の力は使うべきですね、これ。さあ、でも小島電機が反撃してきました。顔がでかすぎるし、ちょっとね、小島電機の目が死んでる気がしますね。もうちょっとにっこり笑ってた気がするんですけど。さあ、決めてきた、現在1-1ですね、取り返してきました小島電機の方も服装はね、ちゃんと輪っかですからねあれ、顔、太陽の顔が砕けたらちゃんと輪っかが出てきてくれるんじゃないでしょうかさあ、ソウルチャージで、こっちもソウルチャージで決めていく。あ、必殺技を直で叩き込もうとしたが機械に割り込まれてしまった。分析された説ありますね。落ちた機械がそのまま落ちていきました。はーい、大勢兄貴たちありがとうございました。いや、まさか落ちていきました。はい、輪っか、普通の輪っかがマジでね、全然来ないですね。普通のリュックは来たんですけどね。